はい、まずは決勝、まあ、ちょっと初日からこう1日ずつっていうんですか、はい、こう修正を。そうですね、うん、ちょっとやっぱりグランプリ終わりで痛めたっていう話をさせてもらってるんですけど、うん、ちょっと股関節の方が調子悪くて、うん、椅子に座れない状態だったんで、うん、まあ、それでなんとか、ね、フォーミガップをギナギナやりながら、まあ、今のところは昨日ぐらいから少し痛みが少しほぐれて、うん、まあ、今日もしっかりアップはできたので、まあ、いいレースができたのかなというのは感じるんですけど、はい、まあ、しっかり、まあ、その中で、まあ、ちょっと北鶴さんと山崎さんが相手で、まあ、2人ともまあ出方がその、はい、うん、時々こう何するか分からないところもあって。そうですね、うん、まあ、ザキさんが粘るとは思わなかったし、うん、まあ、前取って引いていけるタイミング、まあ、ジャンでもジャンスギでもいいかなと思ってたんですけど、うん、まあ、粘った時点で自分4番手になるんで、うん、まあ、落ち着いてラインで決まる位置から、ね、まあ、1コーナーから仕掛けたっていう状態ですけど、はい、スピード感もまあ二次予選よりも増してこう上がってるような感覚です。そうですね、まあ、1コーナー上がったのはちょっとロスだったんですけど、うん、まあ、その後の修正で崎さんの横まで行くのでいいスピードで行けたので、まあ、あとは金子さんに、うん、抜かれなかったらよかったんですけど、いや金子もう強いな強すぎますね、はいはい、もう先行してもまくっても抜かれるんで先行してもいいなと思いますもう、はいはい、まあね、まあ、うん、本当に金子さんのね、弟子の深谷が先行して自分優勝できたし、はい、まあ、逆に金子さんの前で自分も仕掛けないといけないっていうところもあるんで、そういう本当循環というかつながりがこう、はい、まあ、それでしっかりね、チューブの絆を保ちつつ、うん、まあ、チューブでもう一回G1 で、ね、活躍できる選手を増やして、うん、まあ、みんなでグランプリ出ればと思ってるんで、はい、いや本当グランプリも終わってすぐなんで、あれですけど本当決勝でもう一回じゃないですよね、優勝。はい、うん、そうですね、まずは本当にいいレースをして、うん、自分の仕掛けるタイミングを逃さず、まあ、その次にチューブでワンツースキーを決められるように頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。